3泊なんで、なんでこんな集まるんですかね。なんかいいようなみんなゴールですかね。単純性で。あれ友達らは帰ってきてないの？まだ帰ってきてないかもしれない。そうですよね。南波さんすぐ。あ、来た。あ、来た。青いわ。青か。ライン巻かんかいな。あ、いいっすか。お、そうなんです、そうなんです。これ大切に買えんけ。大切に買えんけ。しましたよ。頭を。しましたね。あー、逃げた逃げた。これ穴が開いちゃうよね。よし。きたー。やったー、さっす。きたきた。やった。やった。やった、きた。いやー。きました。きました。来た来た。よかった。来た来た来た。いいね。うん。どう。80ちょい系か。80ちょい系。来た。ああ。なんちゃんラインがバックバック。見えるぞ。はい。今来たばっかりで一本サワラが今釣れた。ゼッケ君明日も乗る。はい、明日も。素晴らしい。すごいね、連休なんだよ。久々の連休なんですよ。それは嫁がおもろないね。そうですね。うん。そう文句言われました。言われるよね。30年ぐらい経ってなんかこう日常生活の中で言い争いになって喧嘩になった時に、はい、この30年前の今日のこと言われるから、ね、いやびっくりするね。本当にそう関係ないだろうと思っていやあんたはずっとそんな人なんだ。根に持つんですね女の人は。覚えてるよね。男の怒りはペナルティーカード、はい、女の怒りはポイントカード。溜まった上に利息がつく。間違いなく君より強い。強いですよね。まあ理解があるんで、まあ釣り行かせてくれるんですけどね。わからんよ、理解があるかどうか。早いとこ子育て終わらせて。早いとこ子育て終わらせてっても、頑張ったから早く済むもんでもないから、ね。海で養殖すら早く大きくなる。海産物みたいな。3年で生態になる。お、来た？絶好調だね。竿頭。竿頭。圧倒的によく釣った。残念。バラシも一番多いんじゃない？ああいうの言われたら。ネオさん、かけないとバレないんですよ。なるほど。
でしょ、あなた。よっしゃったー。なんで俺だけ釣れないんだけど。ルアーのせいですんなよ。同じもんってことで。おお、サワラ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 、サ俺の方がいいよ、ほっといて。おお、そうそう、そう。頭を。穴が開いちゃうね。おい、おい、サンキュー、ありがとうございます。おお、あれで一番バレるパターン。バレるパターン。うん。リグッション。お願いします、今日。はい、サンキュー、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。来たー。おー、来ましたね。来たー。来たね。来たー。今日2本目。2本目。やるなー。しまったな、ゾジグ。ナッゾジグで。ナッゾジグ？ナッゾジグ。いいもん使うね。いいもん使ってますよ。簡単でした。ただ巻くだけ。まあ俺の船だからね。俺がいるときは夏塾縛りになる。ブリーデンさんごめんなさいって言って。夏塾。ブリっぽい。そうですね。ちょっとヌンヌンしよう、ね。ヌンヌンしよう。はい。GT と同じ引き方。ヌンヌンしてるじゃないですか。おお。バレるなよ、バレるなよ。夏塾よく買ってます。ナットジグの 45g 巻くだけ巻くだけ、うん、沈めて巻くだけ誰でも釣れる別名巻きっぱっていう名前だしちょっと違うっすねちょっと違うかはい、綺麗にこうなってる。高速巻きを、いや高速巻きは今別に金型作ってる。ああ。ガー巻けるやつ。これは高速巻きは来週までに実調用がちょっと上がってる。ああ。それで様子見ていけそうだったら来年の今あの夏ぐらいね。カクさんがついに立ったけどね。本気になったけどね。今のサイズ見たらね。ちょっと頑張ろうかな。なりますよね。ボートで狭くってアンダーキャストしかできんときにはベイトはいいね。ああ楽でしょうね。めっちゃ飛ぶし。ああ楽でしょうね。そう思う。低弾道で飛んでいく。うん、サビアですよ。違う違うガリンペイ。ガリンペイ。ああなんか。3月中ぐらいの発売。あ、当たりました。いやいやいや、これでもある。ホイグイ。ホイグイです。ホイグイ。どっちだ？あれ使ってみる？オレンジ。いいですか？いいよ。ブルっぽいな。カニペイロが曲がってます。あ、すごい。ただ尻尾ちょっと切り見ると納豆ジグ釣れますね。納豆ジグ釣れますよ。腰痛くなるからもういい加減やめて。ブリは重たいから嫌いだ。医者からね最近止められてんのよ。こんちゃん何がですよ。5キロ以上の魚釣っちゃあかんよ。あらら、それ何キロですか。どれぐらいなんだろう。5キロはないと思う。リフトできるから。さすが医者の言うことをちゃんと聞いてるんですね。そう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 。選んで釣ってますね。選んで釣ってます。あ、スピード入った。あ、タモ。よいしょ。で、はい。やったー。よし。
はい。